Mario Kart 8! Mario Kart 8! いやあ、せつなきゅうすきだよ。皆さんお待たせしました。マリオカート8デラックス。今回からオンライン対戦やっていくぜ。今回は国内の誰かと、まず世界に飛び立つ前に国内のやつらをケチャンケチャンしていきます。で、レートなんですが、最初1000の状態から1700まで上げました。だいたい通算5時間ぐらいやってここまで上がったかな。結構ポンポン上がるらしいね。レートって順位にもよるけど。ただいま月曜日午後4時、つまりこの時間にプレイしているということは、すなわち結構小学生率が高いことであろう。このマリオカートが年齢不問、世代無差別級のゲームだということを教えてやる。要はもう年齢関係なく勝負ができるというのがマリオカートの醍醐味やけんな。とかで人数少ないな。12人までできるのになぜ8人しかいないのだ。止まった、ちょっと止まったぞ、おい。あ、止まった、ちょっと何時、ちょっと間があったん今。そんなにレインボーロードが嫌かお前ら。嫌だな、確かに嫌だけどさ。よっしゃ、レインボーロードじゃ。一発でいかできないレインボーロードかよ。小学生の君たち、ちゃんと完走できるかな。ここボール。ちなみにそれなりに俺は加速と曲がりやすさにちょっと重点を置いたようなカスタマイズやけんな。レインボーロードはきっちりさ、落ちずに行きたいね。きっちり加速して青コーラが来たけん、透明赤コーラを一発だけは、わっちょっとお前ぶつかってくんな、危ないだろお前。スリップスリップ、早いな。骨クッパって最高速が速いけんな。ちょっとさ、うまく逃げよう、うまく逃げよう。とはいえまずセクション1クリア、1位で通過。こうきっちりピンク出して、まだまだターボ作れる。後ろに投げといて、コイン使っておいての、よし、バナナ来た。これでとりあえずまた赤のガード役が出てきて、よし、いいぞ。しかも何気に青から投げたやつ当たっとんね、誰か。やったぜ。アイテム交換しつつの、赤コーラが怖いとか言いながらも邪魔するようなアイテム、あー来た、とうとう来た。ふぅ、まあいいでしょう、それぐらいのハンデはやりますよお兄さん。コインをきっちり取る、ダブル行こう、ダブルダブル取る、後ろどんだけ来た、よし、ナイスタイミング、いいぞ。差はついとる、差はついて最終セクションじゃ、もうあとは、うわー近いな、ファイヤーが来たってことは近いな、これ多分。で、ここをダブル取るだろ、いいもん来い、よし。これでガードをもう一丁に入って加速、もう差つけられんためにも、よっしゃ、もうここまで来たら俺の天下じゃ、赤コーラは効かんぞい、イエーイ。差ついた、最後のストレートで差がついた。見たかガキども、それが大人とお前らガキの差なんだよ。神々。まずは大人の威厳を保つことができましたな。ちょっと待って、ダメだ、ここが戦場だということがわからないのか。戦場で相手のことを待つ兵士がどこにいる。エキサイティング、エキサイティング、エキサイティング。あ、コース選べってか。コース選べってか、分かったよ。え、どんなコースだったっけ、ここ。この絵だけでさ、どういうコースなのか、なんて名前のコースなのか全然分からんげな、俺。とか、山に貴様、ちょっと日本国民だと認められてないぞ、お前。日本の国旗つけてもらえてないぞ、お前。わ、かわいそうに。
何なんだろう、マリオカートで最下位になった人間は日本語ブーなんだこう気づけてもらえてないみんなはレースで最下位になり方になった人間は日本国民として認められないっていうマリオカートの裏事情があるのかよし、ちょっとスタートダッシュミスっただけじゃ、あとはまた挽回できるぞお前、てかするぞ、また大人の意地を見せてやらんけどあかんけどな、くらえ当たらない当たった、いや俺じゃないんだ多分、そうちょっと9位か、ガンガン攻めていかんかったらちょっと差つけられそうで、ああらららららあらららら、あちょっとなんだそのさ、さあダブル取りに行くとか言いながらさ結局取りに行ってないやつなんなん、ちょっと俺それを見てさ別のアイテムに切り替えようという節あるんやけど、あいだー、クソ貴様らなめやがって、ここからが大人の戦いだよお前ら、あ来た、おらボケや、加速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 、うわー、どんどん加速して来た、1位を離す、あ1位結構間に合うで、これはなおさらちょっと青トゲゾウが欲しかったところやな、よし、あとはどうにか差を縮めな、青ダブル取って何が来る、これですか、こいつあんまり近づかんかったら大して意味がないやつやけど、タイミングよくキノコ持っとんよな俺、よしどんどん行こう、差が遠い、1位との差が遠い、あいつなんな、あの頭に何かつけとうやつ、角か角かなんか知らんけど、またきた、よしトゲゾーもう一個、これがちょっと望みにつながるか、まだちょっと希望が持てるか、ちょっとこのタイミングではここら、ちょっとこれも希望が持てるぞ、よっしゃタイミングいい時に当たった、あいつやったー、3位まで登った、あ、さっきまで1位だったやつがここまで来とる、2位に落ちとる、あでも残りが残り足らん、くらえ、2位取れる2位取れる2位取れる、あーまあ、こんなもん、あれあれ前そんなにおったっけ、あれ俺より4位だったっけ、あれああまあいいやまあとりあえず表彰台入りだけにまあいいや、まあ子供でもそれなりにやれるということは見せてもらったよ、若さという名の可能性だなお前ら、ああ俺の左後ろにおるやつは絶対に大人やけどな、こんな身使っといてさ子供とか言われたらちょっと俺ドン引きするけどなむしろ俺よりも年齢高いだろうっていう身の人おるしおっとっとっと、コース選ぶ方よし下げていこうかな、さあどこにある、ここか、どこだ、全然わからん、あれどんなコースだったっけここ、とりあえず走ってみよう、走ればわかるさ、ああ、内側寄りすぎ。よっしゃ、ウルトラ倒す。これ、たくさんおるんだったら一人ぐらい当たるだろう。当たらねえ。危ない。ワンちゃん俺にも当たりそうだったな。あ、いや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 、こういうところか。こういうところか。わからん。あ、こういうところ、あ、走ったことはあるっちゃあるけど、そんなに覚えておらん。覚えておらんわ。やめて。よし、離した。こいつ、山にー山にーあ、はよ来い、はよ来い。アイテム防げんタイプのやつ。ブーメランブーメランブーメランおお、ブーメランいいね。ブーメランいいね。よし、4位か。まだまだ先は見えるぞ。あ、でも1位結構それなり離れた気がする。
ワンチャンちょっと峠増加本があったらってとこやな。来るだろう、1回ぐらい1回ぐらい来るだろうけどさ。あー、ちょっと後ろ投げてなかった。とりあえずキノコでちょっとリカバーはできるな。リカバー、多少のリカバーは。あー、やっちまった。うー、ちょっと走りすぎやな。調子乗って走りすぎやな。よっ、あか、よし。あー、ちょっと待て、そんなところにボムヘッド投げるなよアホバカめよ。よし、峠像が来たけどちょっと離れすぎだろ。1、あんだけ離れられたらちょっと差がちょっと絶望的になるぞ。よし、ここきっちり当たらずに行きたい。よし、うまいぞ。で、ここターボ内側取る、内側いてー。まだ分からん。ブーメラン、ブーメラン当たらない、当たらないよ。ブーメランがどっか行っちゃったよ。あ、待てよ、差がちょっと縮まったけど。起きて破りの内走り、起きて破りの内走り、ファイヤーぶつけて、なんとか2位、危ない。とりあえず2位じゃ、1位抜きたかった。そこそこ差が縮まっとったけど1位抜きたかったけどな、惜しいな。